はい、どうもこんにちは。今回はですね、久しぶりに遠出の車中泊になります。ちょっと行きたい場所があって、そこに行く目的だったんですけど、たまたまね、そこで車中泊できるスポットがあったんですよ。できるとは書いてあるんですけど、はい、あんまりオープンになってないので、その辺含めね、試しに使ってみようかなというところです。まあ、パッと見良さそうな感じはあるんですけど、今回とまた次回も含めてなんですけど、お伝えできればなと思います。ただここ福井から4時間ぐらいはねかかりそうな感じの距離感なのでね、はい、ゆっくり安全運転でね行こうかなと思います。まあ着く頃にはね、まあ、4時とか5時とか結構いい時間になってそうな気がします。結構面白そうな場所なんでね、楽しみですね。じゃあ行きます。今インター降りました。そんですぐ近くの場所ですね。あ、もう入ってきてるわ、やべ、もう分からん。はい、施設内入ったんですけどね、若干迷子です。めっちゃ広い。あ、ここだ。右方向です。続いて目的地は右側です。到着。はい、というわけで到着いたしました。4時間ちょっとかかった。はい、こちらです。という感じで今回ビソンでですね、車中泊をしようかなと思ってます。でホテルもあるんですけど、車中泊スポットがあるということで、今日はそれをねしに行きます。んでちょっと受付もあるんでね、それを今から、やってくるところです。急いではいるんですけどね、どうしても、ここね施設広くて車で移動するレベルなんですよね。なのでこんな感じでね、電動モビリティレンタルっていうのがあって、電動バイク三輪のやつ、これで移動もできるみたいです。ちょっと1時間1500円なんでね、ある程度値段はしますけど、まあ、1日楽しむんだったらねありかもしれません。で今ここで、受付がね多分ここですね、本蔵湯って読めばいいのかな、ここがね受付になってるみたいなんで、ちょろっと行ってきますわ。車中泊今日一泊で。まず2000円。2000円、はい。はい。では2000円お預かりします。あ、はい、ありがとうございます。車のナンバーとかを登録いたしますので。はい。どうします。あ、あっち。はい、車中泊する人はここで申し込みするみたいです。かけました。あ、すいません。何点か説明させていただきます、はい、駐車のスペースなんですけども、あとお手洗いなんですけども、はい、車中泊の許可証となりますので、はい、で明日はもうこのまんまなんかスーッと出ちゃえば。あ、そうですね、もうこちらに寄るということもなく、そのままお帰りいただいて結構ですので。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、受付終わりました。すんなり行きましたね。この車中泊はね、予約制じゃなくて銭湯の受付のところで車中泊したいんですけどって言えばね、申し込み用紙書いて2000円払っておしまいです。駐車料金はもう必要ないっていうことなんで、ビソンでなんかする人にとってはいいんじゃないのかなというところですね。あの駐車場代込みなんで。はい、ほんでトイレはね、さっきのあの温泉のところですね、6時から24時までなんですけど、こっから先がね知らなかったんですよね。その24時以降はね、この下にね本蔵研究所っていうところがあって、そこがね使えるらしいんですよ。夜になったら飲み物我慢しなきゃいけないかなと思って、トイレがあるんでそう思ってたんですけど、大丈夫そうでした。で今回はね、もういっちゃん端の端に止めました。で駐車場見ての通りね、めちゃくちゃ広いです。はい、で車中泊はねこの端っころら辺にしてもらえる助かりますということだったんですけど、まあそう考えてもね結構広いっすよ。この区画だけでも数十台、十数台か二十数台かはいけそうな感じですよね。しかもここ結構砂利引いてたりするんでね、こっからの季節ねやっぱり気になる虫なんですけど、
まあさすがに今回の位置は虫ちょっと来るかもしれないんですけど、内寄りの外側この辺とかであればあんまり虫来ないんじゃないのかなって思いますね。まあこうやって区画がね分けられてはいるんで、横でオーニング出したりとかあんまり派手なことはね注意書きにはなかったりはするんですけど、まあしない方がいいのかなっていうところですね。結構ね車中泊に関しては寛大でして、まあみんなが楽しめるようにしましょうねっていうのをやってくれてるんで、この担当者の人ももしかしたら車中泊してる人かもしれないですね。で申し込みした時に許可証みたいなのもらうんで、分かりやすいところにこれ置いとくって感じですね。しかも今回この温泉がですね6時から24時までやってるんですよ。夜遅くまでやってるし朝早くからやってるしっていうことで、まあ、早起き成功したらねぜひ使ってみたいところですね。で今回このビソン何でもある施設なんでね、もう食べ物とかねほとんど持ってきてないですね。まあ一応念のためは持ってきてるんですけど、するつもりはないです。ちょっとテーブルとか椅子とか持ってきたんですけど使うことなさそうっすね。はい、というわけで散策じゃないですけど、さっきの24時以降に使えるトイレの場所もちょっと確認していきたいし、少し回ってきますかね。もう到着がねまあまあの時間だったんでね、店舗ねいくつか閉まってるんですよ。もうまあまあご飯とかはねまだ夜もやってるんであれですけど、まあまずはちょっと行ってみましょうか。研究所思いのほか近かったわ。まああそこなんですけど、道路渡ってでそこ階段降りて多分あそこですよね。ちょっと行ってみよう。ほらここ電動バイク乗ってる人いるわ。これ本蔵研究所と、これリンネっていうカフェショップがあって、ペット OK って書いてあるね。でこの本蔵研究所のあそこですね。はい、ここですね。ここ使えばいいみたいです。てかここの施設全部木が綺麗だわ。でこのビソンねめちゃくちゃ広くてですね、はい、今赤い丸のところもここにいる感じです。なので全体がねあんだけ広くて、ご飯食うところまでね1キロ弱ですねあるんですよ。だからみんなバイクとかなんか使ってるみたいですね。さっきのハーブショップに入りました。ハーブティーですね。国内で無農薬です。全国から取り寄せてブレンドしています。無農薬のハーブを集めてブレンドして、結構ハーブティー多いですね。あ、蚊取り線香とかスプレーも除虫菊、はい、自然なものだけです。まあ、体に優しそうな、ね、製品たちです。人の体にもしないんですけれど、これはじゃあ虫に直接かけるキンチョール的な。あ、そうです、ね、書いてあるわ。キッカの防虫スプレー480本でございます、はい、すみません、ちょっと待ってください。はい、3515円のお返しですね。すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。思わぬところでいいのを見つけました。今までねその車の中で蚊が入ってきた時とかに対抗手段がねなかなかなかったんですよ。蚊取り線香炊くわけにもいかないし、これでね、まあ、効くか分かんないんですけど使ってみようかな。買ったのがねこのリンネっていうカフェショップですね。すごい雰囲気のある場所でした。はい、はい、そんでねちょっとカバン持ってかないとカメラ丸出して歩くことになるんでね、めっちゃ目立つわ。こいつ使います。じゃあ他のエリアもねちょっとこっから遠いんで、終わる頃には日が暮れると思うんですけど行ってみましょう。で今から食事行くんですけど、このエスカレーターですね使って行きます。エスカレーター下ったらね商業エリアみたいな場所に行きました。アウトドアショップっぽいのもありますね。いい感じ。地図がでかすぎて見切れん。あ、ちょうど今ど真ん中らへんすね。うん、このエスカレーター使ったら直線距離でそんな1キロもないわ。さっき1キロっつったけど近い近い。いいやんこれ、美味しそうやん。もう閉まってるけど。ビニールハウスでイチゴ育ててるね。で今はもう閉まってるけど、ここはスイーツがある場所かな。でもこれ真っ昼間に来た方が楽しいね。あれがホテルですね。こっちから見るとねすごいっすね、圧巻。ちょうどね夕日も当たってねいい感じに映えてますわ。じゃあちょっとご飯いよいよ食べに行くか。ちょっと動画に映してないけど結構歩き回ってね疲れました。特選マアジ開き定食1200円6番です。
他にもねめっちゃいいお肉のお店とかあったんですけどね、まあ魚いいっすよね。結構閉める時間が早いところとかあるんですけど、ここ結構開けてるし、お魚料理でちょっとヘルシーだし、ちょっとこの後お風呂入るんでね、お酒は飲まないんですけど、いい雰囲気の場所です。でね、途中でアウトドアショップね、やっぱり気になったんで入りました。はい。で、種類ネットではあんまり見ないやつとかも多かったんですけど、ザ・ディフェンダースプレータイプなんですけど、まあ、その吹きかけた場所にこう虫が寄ってこないし8時間持つっていうことでね、線香もいいんですけど、まあ、火を使わないっていうのはねいいなっていうことで、車内用は買ったんですけど車外用としてね購入しました。ついでに温泉200円引き券ももらいました。これ後で使ってみようかな。味も2枚入ってますわ。じゃあいただきます。ああ味噌汁うまい。いただきます。うん、魚も柔らかい。うまいっすわ。ちょっと人がちょろちょろいるんで、食べときます。ごちそうさまでした。食事処奥目さんですね。魚がねすごい柔らかかった。で、塩加減もねちょうどいい感じでね、食いすぎ注意やね。お魚以外にもね、なんかおつまみメニューみたいなのも扱ってるんで、まあまあこのビソンの中ではね遅くまでやってる方じゃないでしょうか。まあ、もし来たらぜひ。魚がうめえです。はい、というわけで良いお食事でした。ビソン着いたのがいつだっけな、なんか4時半か5時ぐらいだったと思うんですけどね、もう8時回っちゃいました。もう2時間ぐらいね早く来ないとダメですね。けどまあ早く着いたら着いたでね、取り留めもなくいろんな場所を回れちゃうんで、今回はとりあえずこれぐらいでいいのかなという感じです。で、今回ではね全然映してない、お昼に開いてるお店とかもねいっぱいあるし、まあ宿泊施設もねちゃんとホテルがあったりもするんでね、まあ1日楽しめる場所かなというところです。で、2000円でね車中泊もできるし、軽バンもあれですけど、まあ、キャンピングカーの人とかね特にいいんじゃないのかなと思います。というわけでこの後風呂に行こうかなというところで今回は終わっておきます。また次回はね風呂行ってここで寝て起きてみたいな感じで、はい、明日の朝はね8時ぐらいに朝ごはん系のところが開くし、なんなら風呂は6時に開くんで、この後入るし、また朝風呂もね入りたいかなって思ってます。はい、まあ、ちょっとどうなるか分かんないですけど、明日は天候良さそうなんでね、まあいろいろ楽しめるかなというところで、久しぶりの遠出しての車中泊になりました。またねこのビソンの車中泊に関してはね、なんか FAQ で車中泊できますみたいなのが書いてあって、あんまりね表には出てなかったりするんでね、はい、まだ穴場かなと思います。で、まあ特に今の季節ね過ごしやすいんでね、車中泊スポットをちょっと探してる人はね試しに来てみてはいかがでしょうか。というわけで今回は以上でございます。そんじゃあまた。